エイジム -129 アクムは、アメリカ空軍で運用されている巡航ミサイルの一つ。名称末尾のアクムは、アドバンストクルーズミサイルの略であり、直訳すると、発展型巡航ミサイルである。爆撃機より、空中発射される、核兵器である。エイジム -129 アクムは、A、エイジム -86ALCM の後継の核。 弾頭搭載空中発射巡航ミサイルとして、1982年より開発が開始された。現用の核弾頭ミサイルであるが、通常弾頭装備のものも存在する。エイジム -129 にはエイジム -86、ALCM より長射程かつ高精度の誘導が行え、レーダー反射弾面積と赤外線の放出を大幅に減少させることが要求された。 1984年3月には、エイジム -129 の開発名称が付与され、1985年7月に、最初の飛翔試験が行われている。実戦配備は1991年。弾頭にはエイジム -86ALCM と、同じく W80 から一熱核弾頭を使用している。最初に、アメリカ空軍への引き渡しが開始された悪夢の基本型で、 1991年から作戦体制に入っている。弾頭は W80 から1熱核弾頭。2012年退役。本体構造を見直し、ソフトウェアに変更を加え、新型核弾頭を搭載した方。1990年に発表があったものの続報がなく、グローブルセクユリティでは開発に問題が生じたとみている。弾頭を 貫通型通常弾頭にしたのが、エイジム -129C で、CACM と呼ばれる。また、誘導装置に、リファレンシャル GPS を加え、信頼性を向上している。エイジム -129A から20から30発が、改造された。基本的に円筒形の断面を有するが、下部のみ平面となっている。また、先端は、平面構造の組み合わせで構成されており、 これは、回 -117 のようにステルス性を高めるための措置と思われる。本体中央部やや後ろに展開式の翼があり、展開すると26度の全身翼になる。ビブには、左右2枚の水平尾翼と下面に垂直尾翼がついており、誘導に使われる。これらも10日後展開される。これらの翼類は、ステルス性を高めるため進行方向にすべて同じ。 角度で構成されている。推進装置は、回1 1 2 w r 1 0 0ターボファンエンジンで、空気取り入れ口は、ステルス性を高めるために、本体下部にオフセットされている。また、エンジンの排気熱は垂直尾翼後部から放出されるが、この時冷たい大気と混ぜ合わせることで、排気温度を下げ、熱による探知を極力下げるように設計されている。また、 本体にはレーダー波吸収剤がコーティングされ、赤外線の放出を抑える、艶消しの濃黒力色に塗装されている。また、搭載されている、電波コードは、発見を避けるため副車の少ないものを使用している。2007年8月30日に、許可されていない、実核弾頭装備の悪夢 OB-52H 爆撃機に搭載する事故が起こった。これは、 B-52 に悪夢12発を訓練搭載したが、うち6発に搭載許可されていない実核弾頭が装備されていた。悪夢搭載 B-52 は、マイノット空軍基地からバークスデール空軍基地へと飛行している。これにより、実核弾頭が36時間にわたり行方不明となっていた。A ジム -129 は、 現用アメリカ空軍の核弾頭と再巡航ミサイルであるため、その情報は限られており、誘導システムなどの詳細な部分も謎に包まれているが、名前から巡航ミサイルであることがわかるため、完成航方装置と地形照合システムに GPS が使用されている可能性が高いと思われる。アメリカ空軍は当初2500機のエイジム -129 を 導入する予定だったが、冷戦の終結によって1993年に460機で生産を終了した。2002年のモスクワ条約締結に伴う核戦力の削減が行われており、廃棄する弾頭として W-80 が対象となった。W-80 核弾頭は巡航ミサイル用の核弾頭であり、これに伴い2007年3月に、 アメリカ空軍は W-80 核弾頭を搭載できるエイジム -129 を400機退役させると発表2008年より減正し2012年に退役した。また、保有数のうち120発ほどが通常弾頭装備型であると言われている。ありがとうございます。